毎週木曜日にお伝えしているシリーズ子どもの未来です。価値代行サービスを行う会社が子どもを持つ保護者に調査したところ、8割以上が夏休みの間家事が増えると回答しました。特に一番大変だと感じているのは夏休みの子どもの昼ご飯作りでした、そうした保護者の負担軽減を目指すクラ弁という取り組みが北九州市で始まっています。夏休みの小学校、その校庭に賑やかな声が響いています。共働きや一人親家庭などを支える学童保育施設 A の丸西放課後児童クラブの子どもたちです。この学童クラブでは午前8時半から午後7時まで毎日130人を超える子どもたちを預かっています。午前11時。おはようございます。おはようございます。今日11個です。はい、11個ですね。はい、サーベットマジアです。届いたのは子どもたちのお弁当です。先月、北九州市は給食のない長期休みの子どもたちに弁当を提供するクラ弁を試験導入しました。LINE で登録したらこういう画面が出てくるので、利用方法は保護者が無料アプリを登録し、日にちと提携する3つの業者から弁当を選び注文、支払いはアプリ内にチャージしたポイントで行います。価格は1食450円から500円です。アプリの活用で学童保育施設の職員に新たな負担はかかりません。やっぱりお金を扱うということは責任が発生しますので、もう本当に何もしなくて子どもたちが喜ぶなればとてもいいです。子どもが夏休みの間家事の負担が増えると回答した保護者はおよそ8割。その中で最も大変だと感じているのは子どものお昼ご飯作りでした。そして最も多かった理由は栄養バランスを考えなければいけないということでした。福岡県内の160の幼稚園の給食弁当を製造している北九州市八幡西区ののぼるです。先月からクラ弁を製造しています。栄養士のメンバーとで、メニュー献立を立てまして、カロリー、その他の脂質等々、細かく計算させていただいて、この日のメニューはハンバーグのデミソースにカレーコロッケ、春雨サラダなどで、栄養バランスや塩分量なども文部科学省が示す給食摂取基準に準じています。いただきます。いただきます。美味しいです。どれが一番美味しかった？ハンバーグ。めっちゃうまいです。美味しいです。朝早く起きる手間がなくなって、とても助かると思います。保護者にも聞きました。やっぱ朝バタバタして準備が大変なんで、朝がかなり楽にはなりますよね。保冷剤を入れたりとか、やっぱそういうのはしてますけど、まあね、限界があるかなっていうのはあるんで、心強いですよね。帰ってからも頼んだお弁当の時は今日はどうだったとかいう会話ができて、作るお弁当だったら早くお弁当出してってなるのが、やっぱ注文だと会話が和やかになるのでよかったなと思います。北九州市によりますと1日平均300食の注文があるということです。お弁当の準備とかそういった時間っていうのを、もっと子どもさんと対話するような、そういった時間に割いていただきたいっていうふうに考えております。子どもが夏休みの間の保護者の負担軽減を目指すクラ弁という新たな取り組み、北九州市は今後市内全域での本格導入を目指します。